はい、おはようございます。本舗中です。おはようございます。よいしょ。少々お待ちください。出発。はい、はい、おはようございます。本舗中です。今日はというか昨日お昼の2時ぐらいからもうずっとここのパーキング止まってました。もうここのパーキング何時頃やろ。お昼2時には着いて、よし、今7時17分、3、4、5、6、7、17時間、岸のパーキングで17時間止まってました。ずっと止まっとった。ここシャワーあってびっくりした。うわ、シャワーあると思って。よっしゃ、夜シャワー浴びてご飯、なんやろ、鍋、なんか焼きうどん食べたんかな。焼きうどん、ちょっとネバーっとしとったけどな。ということでぼちぼち出発します。ここからあと20キロです。田中方に聞くところによると8時前に入ったらいいですよって言ったから、ちょうどええ塩梅や。よし、じゃあ出発します。ちょっと見にくい。朝でいいな。よし。よしよしよし。はい、出発進行。よしよしよし。ここのパーキングはなんかライン引き直すんかな。引き直す。まあ、今から引き直すんかな。なんかこう縦横無尽にぐわーってライン引いてるから。どこに合わすんかな思うて、昨日止めるとき。よっしゃー、高速道です。右です。初めて行くとこやかな。降りてどこかコンビニ寄りたいねんけどな。あるかな、まあ、なかったもギリギリ切れてる。おでぎりがあるから。昨日本舗田中君の動画見とったけど、昨日田中君がいたところのなんかうどん屋さんの卵かけご飯言えてない。昨日もう鮮度卵かけご飯って言うとって、いやいやもう兵庫県の卵かけご飯がなって言って言えてないって言うて、昨日ほんま田中坊が行ったところすごい美味しそうやったし、なんかほらこうパラパラって海苔かけて、うわ美味しそうと思って、あそこお店があるとか場所聞いてんけど、俺が走るんちょっと嫌やなって思ってる道路にあるから、道路沿いにあるから、うわーと思いながらもちょっと今度行きたいなーと思ってなんかトラックもいやパッと止めれるんですって言うから、どんなとこかなーと思って、ほんで動画見たら普通にトラックパッて止めてるからめっちゃええやんと思ってカレーうどんもおいしそうやったな。やっぱあれ人が食べてんの見たら食べたくなるな。でもパーキングで食べたらカレーうどんとかってなんかもうダーンってカレー乗ってるだけやん。ちょっとだし入ってな、カレーライスはカレーやろ、知らんけど。ちょっと今兵庫県の卵かけご飯が押されてるな、押され気味やな。この前の田中君の京都の卵ご飯、言えてない。ですですです。まだ京都の卵かけご飯に負けてるとは思ってないけど、見た目はちょっと負けとったけどな。そう。でも俺住んでんの大阪やねんけどな。
ちょっと食事に行きます。今日もええ天気やわ。今日はちょっと帰りどっかスタンドで洗車したいなと思ってるけど、
ほんで中の荷物をグッと押さえてくれて、動かんようにこうパタンと閉めたらシートが、言うたらもうウイングやのにシート掛けするみたいなトラックやって、うん、でこうウイング開けたら、まあ、普通にバーって積み込みロッカーとか積んでったらロッカーバーって積んで、ほんでバーって閉めたらそのシートとゴムがこうロッカーの角からグッと押さえて、バチッと押さえて、こう中の荷物が動かへんねん。そういう、まあ、トラック乗っとったけど、それはでもシートは全部外れんねん。もう下バーって外して、フックみたいなの外して、ほんで上の横山フックも外して、ほんでまあ折りたたんで置いとけんねんけど、ほんでちいがみ積みに行く時いっつもそれやらなあかんねん。もう外して外してして、ほんでもう当時ってちり紙積みに行きます、ほんならもう400個やで、400個とかやで、まあ、数が決まってたらもう400個積まなあかんねん、絶対積まなあかんねん。もう昔ラーメンもそうやったから、もう絶対積まなあかん、調整で積めるだけでいいよみたいな感じで言われるけど、なんかもう当時は、あ、もう太郎さんこれ全部積んだよみたいな感じであ、そうなんですか言うて、ほんでもうそのシートもくるくるって丸めとったら、もうちり紙1個分ぐらいの大きさになるから、シート広げて上にこう詰めて詰めて詰めてしてで、そう積みに取ってんけど、なんやろ、後ろから積むねんけど、バーバーってなんか流れてくんねん、バーって流れてくんねん。ほんでもうくっちゃなって、あかーとか言うて、潰れましたとか言うて、ようやっとった。積み取った当時はなんかティッシュペーパー積み取ったけど、こう廃棄のティッシュペーパーがバーンってなんかもうばっかに入ってバーンってやもやんねんか、こうギリギリティッシュになられへんかったみたいなとか、まあ、細いティッシュとかこうなんかこう握り拳ぐらいのティッシュとかもスパスパーンって聞いたらロール状になんかバーンって捨ててんねんか、これつけいっちゃうとか思いながら見とったけど、仕事になって、今日なんかすごい余裕な仕事をなんか井上氏に配車してくれて、これひょっとして下道走ってあれ関門橋とかこう道しを行って動画撮ってこいよみたいな感じなんかなと思ってかなと思って、うん、多分今日は下道ちょっと頑張ろうと思います。まあ、頑張っても広島、岡山、いやそこまで頑張れたら行けやっていう話やけどな。です。まあ明日な、帰って下ろしてなんか積むんかな、積んだら終わりやろうから、今日は下道頑張ろう。久しぶりにもうほんまにもう本舗田中坊がほんまに下道走ってて、昨日もなんか滋賀立東で下ろして、なんか兵庫県のどこかだろう、どこまでなんかベタって行きますって、ベタって行っとったもんな、えぐいわ。1.8キロ、これなんていうの、借りた北九州空港かな、神田やったわ、神田、あ、そうや、思い出した、この前辰の西の卵焼きの時に
伊豆そばとか俺言うとって石伊豆そばで伊豆市ですって書かれとったら伊豆市そばですってな伊豆市そばです、はいそうです、伊豆市そばです。伊豆市行ったらこうなんかもうお城ないねんな、伊豆城もうないねんな、あれな、まあ、伊豆城あったか、いやもうないよな、伊豆城ないねんな、跡地みたいになってるな。ほんでまあ伊豆市内、伊豆の街中ずーっと、まあ、歩いとったらおせんべいとか、まあ、俺が食べられへんようなおせんべい売ってたりとか、あと甘いな、そう甘いシュークリーム、美味しいシュークリーム売ってる店あんねん、そう美味しいね。まあもちろんそばもまあ食べんねんけどな、あちっちゃいからな、どんどん食べれんねん、パク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 食べれんねん、そうな、でもそんなに食べられへん、あどこの店やったかな、なんかいっぱい食べたらこんななんか将棋のこんなやつくれんねんな、駒みたいな形でなんかいっぱい食べたねってそう、よっしゃ、じゃあインター出ます、もうここからすぐですね、直人です。じゃあ皆さん本日もご安全にです、天気よきほんまに天気よきやな、あ、サクサクってるやろな、もうこれ一番怖いね、ほんまにずっと長いことパーキングを止まってなんか足上げて寝てる時とかなんか走り出してもう ETC 寄ってまうのにブーとか言うてなんかうわーいって抜けてるー言うて、はい、北九州空港8キロバックです。じゃあ皆さん本日もご安全にですです、終わりまーす、ポチッとな、なんか景色いいわ、こっからベタでどうやって帰んやろ、まあ、ナビ通り帰ろう、10号線、国道10号線、ここで降りたことあったっけ、一回だけあるある思い出したわ、ポリーって言ってあのセブンイレブンのとこ、あいや言うもんよ、そうそう、あそうです、行ったことあるあるある、思い出した、思い出しました、はい、よいしょ、じゃあ終わります、ありがとうございました、チャンネル登録よろしく、チャンネル登録よろしくお願いします、ポチッとな、どこだこれ